ザ・パークフロントホテル at ユニバーサルスタジオジャパンホテル入ってみたいと思います。おー、どうですかニカさん。見てみようかな。楽しいかい？楽しい。お風呂だ。時計いっぱいあるね、ここ。先っぽの。おはようございます。おはようございます。今日はですね、USJ に来ております。ホテルはですね、ザ・パークフロントホテルというですね、目の前にですね、もうね、USJ があるんですね。一番近い多分ホテルだと思いますけれども、景色をね、皆さんにね、お見せしたいと思います。このように目の前にですね、 USJ が見えるパークビューサイドにですね、ちょっと泊まっております。で、昨日のですね、夜に到着したんですけれども、夜の景色もぜひちょっとね、ご覧ください。ユニバーサルを見渡せます。今ですね、ユニバーサルの目の前に来ております。私はですね、ユニバーサル初めてなので楽しみであります。では行ってきます。どうですか、アニカさん、楽しいですか？楽しい。ディズニーとどっちが楽しい？どっちも楽しい。どっちも楽しいですね。じゃあユニバーサルを楽しもう。うん。はい、ユニバーサルに入ってすぐのですね、お土産グッズコーナーに来てます。いろいろアイテムをね、購入していきたいなというふうに思っております。ユニバーサルを楽しむアイテムを購入しました。どうですか、この T シャツは？かわいい。かわいいですか？はい。あみかちゃん、これ何ですか？ピピちゃん。装備万端でですね、楽しんでいきたいと思います。レッツゴー。はい、上手に来ました。上手です。どうですか、サメはどう？あみかさん、なんで怖くないでしょう、サメ。あっち行きたい。あっち行きたいか。オッケー。パパこれ。パパマリオ。パパこれ。ママちゃんちゃんこれ。これデイジー姫です。マリオと住んでる国の違う国のお姫様です。そうだ。ピーチ姫。ピーチ姫、お出たつね。こちらでは3つキャラクターお間違いないですか？はい、はい、ありがとうございます。こちらではお渡しさせていただきますね。さてでは1万1400円となります。スーパーニンテンドーワールドに来ました。なんとですね、ちょっと事前調べ全然していないんですけれども、このバンドをですね、買って楽しむということで、このバンドがですね、結構高いんですよね。3000円ぐらいね、3000ちょっとぐらいね、しましたので、3人でですね、1万1000円ぐらいね、かかりました。どうやらこれがないとね、楽しくないよっていう風にですね、嫁に言われたんですけれども、購入してみました。イエーイ、頑張ろう。マリオワールド、すごい。うわ、ピーチ姫。マリオワールドですけれども、意外にですね、本当になんかこうゲームみたいな感じでですね、自分がマリオサイズになってですね、他がゲームと同じようなね、サイズになってますので、昔こうマリオをやった時のようなワクワクする感じです。マリオワールドを一望できるところに来ました。
このようにですね、非常にマリオの世界観が楽しいです、ね、昔マリオのゲームにハマった時ね、そんな思い出が蘇っております。もう一丁はい、あっという間にですね、2時間が過ぎて娘はもうバテて寝てしまいました。ちょっと一回ここでピノキオカフェでランチをして休憩してまた後半戦楽しみたいと思います。ランチタイムです。ピノキオカフェですね。ハンバーガーということで、このね、ランチセットですけれども、これ2100円です。2100円、ね、ドリンクは別になります。ドリンクは別なので、まあ、かなりねユニバーサル価格にはなりますけれども、ちょっとね味の方も確認していきたいなと思います。断面図です。かなりね美味しくてジューシーなハンバーガーです。こちらがですね、子供用のキッズプレートになります。これで1500円という価格帯です。このハテナボックス、何が入っているのか気になりますね。ちょっと子供が寝てますけれども、開いちゃおうかなと思います。はい、ハテナボックス、これ多分デザートでケーキっぽいのがね登場しました。ぜひですね、キノピオカフェに行ってみてください。今からヨッシーの、乗り物に乗ります。だいたいですね、待ち時間が20分ぐらいでした。今ヨッシースタートしました。今回ですね、ユニバーサルに初めて、来ましたけれども、まあ、本当に、ね、ディズニーランドとはまた違った雰囲気でね、家族連れで非常に楽しめるなというふうにですね思っております。でこういったですね、まあ、ディズニーランドだったりとかユニバーサルスタジオだったりとか、一通りのですね、もう日本の有名なですね、こう遊園地だったりとか観光名所とかね、そういうのがやっぱりね、親として、子供にね、連れて行って行ってあげたいなっていうふうに思いますので、まあ、正直ね、娘がいつまでね一緒に旅行に行ってくれるか分かりませんけれども、まあ、本当にね行ってもらえるうちがね花だと思ってね、いろんなね旅行にね行きたいなというふうに思っております。はい、いちごのヨッシーのラッシー食べます。どうですか？おいしい。卵。ジュラシックパークに来ました。ジュラシックパークです。イエーイ。怖かった？恐竜怖かった？改めまして、ようこそジュラシックパークリアへ。はい、ハリーポッターのエリアに来ました。スケールがね大きくてまさに映画を再現されてます。ではちょっとご覧ください。フローズンバタービールを購入しました。ハリーポッターのお店です。どうだい、美味しいかい？
このですね、フローズンバタービールはあのビールってあったので、まあ、ちょっとね、キリッとした感じかなと思ったら甘くてキャラメルジュースみたいなね、感じでした。ハリーポッターの学校の前に来ました。はい、あー足りないね、足りない、足りない、足りないので残念ながら乗れません。あんちゃん足らないよ。見る？ハリーポッターはですね、子どもの身長不足やジェットコースターは嫌だということで、サクッと雰囲気を楽しんで終わりました。はい、キティちゃんのゾーンに来ました。これすごい可愛いですね。いくよ、はい、チーズ、パチパチ、はい、今からスヌーピーのジェットコースターに乗ります。スヌーピーは空高く上昇し、コーヒーカップです。よし、頑張ってましょう。おお、はい、チーズ、かわいい、ありがとう、ありがとうね、今回ですね、泊まったホテルはザ・パークフロントホテルといいまして、まあ、ユニバーサルからですね最も近いところをですね探しました。でそれがですね今ね、パーク内から見るとこのですね黄色の建物になりますので、こちらですね、まあ、本当にですねあのパークビューっていうのがねあるぐらいすごくですねパークからね近いので、移動とかがね少なくて非常にいいなというふうに思いました。アンちゃん、頑張れ。頑張れ、頑張れ。スヌーピー館に来てます。ひたすら子供がはしゃぎ回ってます。こんにちは。誰かいる。おお。あらあらあら。もう一回こんにちはしてごらん。こんにちは。こんにちは。誰かいませんか。はい。ただいま5時半になっておりますね。残り1時間半で閉館ですが、あとはですねミニオンに行って、そしてジョーズに行ってお土産を見て終了かなという感じで、今ミニオンに向かっております。ようやくですねミニオンのゾーンに来ました。見てください、このですね服はですねもうまさにねここを楽しむかのごとくですね、買った服ですので、いよいよですねミニオンのゾーンに入っていきたいと思います。なんかすごいですねミニオンのねゾーンはね、なんかこうちょっとこうおしゃれなね感じで、すごいあの建物も綺麗でですね、こうレンガでね、すごいこう素敵なね感じがしますね。はい、このゲームどうでしたか？楽しかったね。これはあのすごい楽しいので、ぜひ皆さんチャレンジしてください。最後ですねこのジョーズにね乗りたいなと思って向かったんですけれども、タッチの差で、受付終了になってしまいましたね。本当に USJ はですねイベントが満載で
1日ではですね本当消化しきれないと思いましたね。だからこそまた来たいなっていうふうに思ったんですね。スパイダーマンも行くこともねできなくて全然ね回れなかった感じだったので、またですね、子供がもうちょっと大きくなってから、来たいなと思っております。もう USJ もね、皆さんこんな感じでですね帰っております。今お土産ショップでお土産などを買って、まあ、今日ですねこの後ホテルに一泊して、明日ですねゆっくりとお昼ぐらいからですね東京に帰りたいと思います。東京でいうとディズニーランドね、大阪で、USJ、まあ、それぞれに良さがすごいあるなと思いましたので、まあ、定期的にですね来て、家族との思い出をですね作っていきたいなというふうに思っております。今回ね、初めて USJ に来ましたけれども非常にですね、楽しかったですし、またリピートしていきたいなと思います。では、今回の動画も最後までご覧いただきましてありがとうございます。バイバイ。